杯で飲み物を与えられる幼い金太郎と美しく若い女性の姿の山姥を描いた江戸時代の浮世絵版画。18世紀の作、北川歌麿の山姥と金太郎、杯。山姥に抱かれている全身が赤く彩られた子供は足柄山の金太郎です。ボサボサに伸びた髪を生やしたこの女性は山姥ですが、恐ろしい姿ではなく、目を細める鼻筋が通っておはぐろをつけた若くて美しい母親として描かれています。金太郎は母を上目遣いに見ながら、手をお母さんの手首と差し出された杯に添えつつ中身を飲んでいます。金太郎と山姥のモチーフを描写しながら、幼子の可愛らしさと子供の健やかな成長を願う母親の愛情をよく表した作品です。